ここ4試合で3勝1分けと調子が上向いてきたホーム岩手グルージャ盛岡、現在3勝2分け4敗で勝ち点は11。対する右側オレンジユニフォーム5位の AC 長野パルセイロは2試合ぶりの白星へ。さあそれではホーム岩手グルージャ盛岡スターティングメンバーご覧いただきます。前節からは4人を入れ替えてきました。 3-4-2-1 のシステムは変わらずです。3連勝の後の1引き分け、4試合負けなしで間もなく前半のキックオフとなります。さあそれでは対するアウェー AC 長野パルセイロの先発メンバーフォーメーションでご覧いただきます。 4-4-2 のシステム、三打うまくつないで吉村のクロスボール、ファーサイド、ここはもう一度折り返して三打、三打のシュート、決まった。 AC 長野パルセイロ前半の10分先制です。さあ先制したこれまでの5試合は4勝1分け、負けはありません。開始10分で先制しました AC 長野パルセイロ、三打直樹、有永が一気にボールを送る、そして大垣、大垣マイナスへのクロス、最後左足振り抜いていきました、ルーカス・モレラト。前半の間もなく20分というところでようやくチャンスをつかんだ岩手グルージャ盛岡。ルーカス・モレラトから右が空いているが、その右を使う岸田、ただ中央に人がいません。岸田ロングシュート、積極果敢にシュートを狙っていきました岸田和人。両チームともになかなか決定機を作ることができていません。大きく吉田に展開、さあ吉田シュートを打てるか、吉田のシュート決まった。長野追加点、前半のうちに引き離しました吉田、これが J 初ゴールです。前半の33分、長野2対0です。さあこれで横山監督起用ピタリとはまりました。吉田に J 初ゴールが生まれています。坪川、藤山、この2人がコントロールをしながら攻守の切り替えを行っています。あっとボールを奪った、吉田のシュート入りました。さあ前半のうちに3点のリード、吉田今日2点目、前半の40分、これで3対0です。ここは時間を使います。三打へ一旦戻して木村、藤山、藤山のシュート、わずかに右でした。有田がセル、岩手ボール、選手木村が倒れています。ピッチの外に出ています。あーっとここは秋田監督にイエローカード、ここは早いリスタートができたのではということで怒りを見せました秋田豊監督。さあここで橋本からもう一度下畑へ、簡単には上げません、左に持ち替えてクロスボール、嫁坂のヘディング、これはキーパー正面でした。阿部しっかりとキャッチをしています。さあボールを奪った小谷、チャンスを迎える、右に大谷、さあ大谷シュートは広瀬が守りました。さあ長野は安定した試合運びを見せていますが、一気にここで斜めのボール、大城を使う、さあ大城フリーだ、大城のシュート、ここは左にそれています。大城今シーズン初ゴールかというシーンでしたが、すぐさま奪われて、このように大城、大城のクロス、最後飛び込んだ、長野三打、今日2点目、これで長野4対0です。今シーズン6点目、今日は吉田三打2点ずつ。
さあここでようやく前を向いた岩手グルージャ盛岡、小谷から斜めのボール鹿間に入る。さあ鹿間1対1を仕掛ける、縦に仕掛けてクロスボール、ヘディングムター。今シーズンこの岩銀スタジアムでようやく岩手のゴールが生まれました。ムタ2戦連発です。長いボールを森下送りますが、浦上ここで試合終了のホイッスルです。見事 AC 長野パルセイロ今シーズン初のアウェー戦勝利です。2試合ぶりの勝ち点3を手にしています。